よくショーが言ってたじゃない、バカらしくなるって。そう練習してる、野手の練習してるのがバカらしくなるって言ってたからね。俺自身もやっぱり野球以外の時間はあんま使わなかったらしいですよね。空いてる時間は野球しかね、やんなかったっていう話を聞きましたよ、うん、ちょっと前にも言ったけど、彼お酒も多少飲めるみたいだけど、飲むとやっぱり練習できなくなるから、夜その後できなくなるから飲まないっていうような話もなんかしてたし、全てが野球だからね、うん、体もだってみるみる大きくなりましたもんね。